それでは今回は、当店のスリーウェイリード中小型犬サイズの、ご紹介させていただきます。こちらは、その名の通り3種類の、使い方ができるリードで、まず1つ目一番短いこちらの金物にこうつけていただくと、普通のリードの長さとして使っていただけます。今手いかで、次2つ目の使い方ですね。これを外していただいて真ん中にあるこの金物のところにこのようにつけていただくと先ほどより長くなりました。で、このように斜め掛けにしていただくと両手が空いてお散歩もすごくしやすいですし、何かこうワンちゃんうんこ取るとかそういう時も、両手が空いてるのですごく楽ちんです。で、次ですね3つ目の使い方それは、一番端のここの部分にここをつけていただくとロングリードとして使っていただけます。ちょっとワンちゃんと遊びたい時とかそういう時に使っていただけますね。で、もし何かちょっと何か急なようでちょっとだけワンちゃんつないどかないといけないなとかそういうことが発生した時はこちらでこのように止めていただくことも可能です。ただまあ渓流用ではございませんので、これを渓流用としてつないで使っておくっていう使い方はできませんので一時ちょっとワンちゃん見ておく際のちょっとした時にこれをこういう使い方もしていただけるリードです。こちらは、万代家公園、こちら万代家なんですけど当店の近くにある万代家公園で岩手のお散歩コースです。で、岩手の場合はこのスリーウェイリードをこの真ん中の長さに調整して斜め掛けをして使っていますのでいつも両手がこのように空いて楽ちんでこうお水をあげるとか何かこううんち袋を取り出すとかそういう時でもすごく楽で、楽ちんです。